雅は今日勝ち越しを決めました。もう一人の全勝力士、横綱朝青龍が登場してきました。今場所はもろ差しの速さ、力強さ、うまさが目立っている朝青龍。どの相撲も相手を圧倒して勝っています。対戦相手は琴ノ若。懐の深い琴ノ若、この両者の対戦はこの1年で2回あって、それぞれ1回ずつの勝利。左の上手を引きますと力を出します琴ノ若です。吉田さん、物言いがつきましたね。物言いですか。なんとこの座布団の中、物言い、物言いがつきました。相手に左の上手を与えてしまった朝青龍は土俵の上で完全に裏返しになってしまいました。しかしそこで朝青龍が粘ります。この後脅威の背筋で粘って、なんとかここで腰が落ちるのを待ちます。そして琴ノ若の手が先についてしまいました。これで胴体取り直しの判定です。なんと裏返しになりながらしがみついて残した朝青龍。また左の上手が取れるか琴ノ若。長い協議の末、結びの一番取り直し。琴ノ若下がるが、上手はどうだ、上手取った、上手取ったぞ、どうする、切り返す、切り返した、朝青龍の勝ち。同じ体勢でも同じ技は二度食いません。取り直しの一番でも左の上手を与えましたが、その上手が効く前に自分から攻めていきました。まるで釣り落としのような豪快な切り返しを決めた朝青龍。朝青龍も8連勝で勝ち越しです。